皆さんこんにちは。児童学科の青と申します。特別支援学校教諭免許証の取得を考えている皆さんに、教員として求められる資質や能力についてお話しします。特別支援教育は障害のある子どもを保護したり援助することが目的ではありません。何よりも子どもの主体性を尊重します。そのため教員は個々の子どもの長所に目を向け、学習への意欲を育み、自己肯定感を高めることに尽力します。子どもの指導にあたっては、まず対象となる子どもの理解が欠かせません。一口に障害といっても多種多様な障害がありますし、個人による違いもあります。子どもとしっかり向き合い、深く理解することが必要です。ただし障害による特性や困難さはありますので、多様な障害についての基本的な知識の習得が求められます。さまざまな障害について、障害の中身や障害による困難さを理解することが必要です。子どもについて理解をしたら、障害の特性や子どもの個性に沿った指導を行うことになります。ここでも障害の特性に沿った指導法や授業の組み立て方等について理解しておくことが求められます。児童学科では1年次の障害の基本的知識の習得に始まり、障害種別による専門的知識、指導法についての学びを段階的に進めていきます。その上で4年次には教育実習に参加し、実践的な力の習得を目指すことができます。皆さんもぜひ音楽児童学科で特別支援学校の教諭免許証取得にチャレンジしてください。